はじめましての方も、そうでない方も、この動画をご覧いただき、ありがとうございます。38BI、みやびです。今回はこちら。以前、字幕実況でやりましたイブです。まあ、エンディングまで見て、今さら何するんだ、と思う方いらっしゃると思います。動画、字幕実況の中で、言うたっていうか書いた、入れた、何でもいいけど、出したと思うんですけど、このゲーム、エンディング一つじゃないんです。で、今回はですね、実況っていうよりかは、だらだらと喋りながら、見てないエンディングを見てみようかと、思います。で、私自身もですね、何回かやってるんですけど、同じイベントばっかり見たくてやってるので、2個、たどり着いてないエンディングがあるんですよ。行く方法は知ってるんですけどね。で、本編では見せていないイベントも、あります。ので、その辺も拾いついけたらいいかなと思います。それでは、始めていきましょうか。まずは、どうしようかな。始めからやろうか。では、始めからいきます。一回見てるので、会話とかの部分は、割と飛ばし目でいきます。一回やるとね、怖くなくなるけど、でも何回かまたやりたくなるっていうのがこのイブのなんかいいところっていうか面白いところだと思うんですよ。そんなに初見殺しとかもないんでね。じゃあ、動けるなんていうので行きましょうか。もうなんか他いろいろ見て回ったりはせずに、ギャリーさん。また今回もよろしくお願いします。ではもうサクッと、エスロゴトの世界行きましょう。で、BGM が仕事を放棄したので、下に行きましょう。するとね、照明もあれ仕事放棄しだしてね。で、誰もおれへんようになってと。これもね、一番始めた時はすっごいビビりましたよ。おいでよって言われたので、じゃあ、ほいほいついてってみましょうか。よいしょー。はい。くわーと、こんな感じで、おいでから返すみたいで、返さぬと。なんかもうそのかバラが朽ちるとき、お前も朽ち果てるとか、一心同体だとか、なんかそんなこと言いながらバラの花取るなとかって、どういうことなんでしょうね。で、周りさんに喋りかけ、橋に注意。はい。雑談っていうか、関係ないことを中心に喋りつつって思ったんですけど、何喋りましょうかね。今まで出した動画とかにコメントが入ってたら、それについてちょっと返しながら行こうかと思うんですけど、悲しいかな、今現在この収録している点では、未だコメントゼロなんですよね。
まあですので、そんなコメントを拾ったりなんだのとかっていうような感じでやっていくのはまあ無理なんで、ああどうしたもんか。はい、じゃあおいで、おいでおいで。はい、よいしょ。喋り方からわかると思うけどね、私、宮城さん、関西の出身です。まあ、関西もね、大阪なんですけどね。大阪育ち、大阪生まれですよ。なんか、エセ関西弁っぽく聞こえるのは、未だにこの PC 画面に向かって喋るっていう、その、なんか、普通ではありえへん作業に慣れてないだけですよ。これが9で、あ、これちゃうわ。で、これでこれが落ちるんで、緑の18で、ピンクの9で、で、これが嘘つきたちの部屋、嘘つきですよ。とりあえずこっちに貯めると、仲間外れが一人いる。嘘つきの部屋で仲間外れなんで、正直者が一人おるということです。それを探すんですけども、ね、じゃあ右側行きましょうか。黄色の服に同意。じゃあ黄色の服行きましょう。黄色の服は、白い服が言ってることは本当だよ。ってことは白い服へ。石像の正面に立って東に2歩、南に2歩、そこが正解。ってことは、この赤、黄色、白は、これは間違いになります。6人よって1人だけ本間のこと言うってことは、5人は嘘つかないといけないはずなんですよね。ってことは、誰かに同調してる時点で、そのグループは完全にアウトになります。これもまた字幕で言うたことやと思いますけどね。つまり、これは、ここを調べると、間違いだということです。次、青。本当のこと言ってるのは緑の服だけだよ。緑の服は、西に3、南に1、そこが正解。これが嘘になるので、正解はこの茶色。赤道の正面に立って東に4歩、北に2歩、そこが正解。ということで、行きましょう。東に4歩、北に2歩、ここですね。おう。うん、嘘つき赤い絵の具が滴っている。まあよく見るとこれみんななんか持ってるんですけどね。まあ嘘つきたちの部屋にとってその正直なこと言うというのはやっぱ仲間外れなんでしょうね。で、扉に暗号のようなものが書いてある。緑かけるピンクたす紫は、18かける9たす4はっていうことなんで、166かな。間違えてたら恥ずかしいぞ。よし、やってた。で、リンゴを手に入れて、木でできた甘い香りがするリンゴ。よいしょ。この手は一体何を求めてるんでしょうね。よいしょ。はい、木のリンゴをあげましょう。よし、気に入ったっていうことでここを通してもらいましょう。あー、初見殺しね。これ落ちると当たり判定はなくなります。で、ここで確かそう、なんか高速で無個性がシュンっていく。で、うん。あ、ということで、あうんっていうことですね。うん。いまいちよくわからん。トマコース、なんちゃら。心の音。で、はい、出ました。みんな大好き。赤い服の女だよ。はい、ゴーンと。これなんか吠えるとね、早くなるんですよ、ちょっとだけ。はーい、泳いでー。よいしょ。こんな風にちょっとからかってね、行きましょうか。で、
キャンバスの中の女たち、ここの女性は、すぐ人のものを欲しがる。目をつけられると大変なんちゃらで会う。まあ危険でしょうね。なぜ彼女たちは自分が満足するまで、なんちゃらに追いかけてくるからである。まあ必要にって感じかな。まあ、弱点があるとすれば彼女たちは自分でドアを開くことができないことだ。まるでサイレンの犬しびとですね。まあ楽しい、楽しいですよ。あー、これか。うっかりさんとガレットでロア。このイベント見てからですね、あのガレットデロアっていう、あの実際にあるんですけど、そういう食べ物が、お菓子か、その名前を見るとね、これしか思い出さなくなってね、もうなんかどうしたらいいもんかみたいな感じですよ。しっかりしていたのはどちらかという話なんですけどね。こんなことして開けてもらいたくないですよね、ほんと。ってことで、じゃあ進みましょう。こちらは永遠の恵み。何度もできます。RPG なら、とりあえず稼ぎポイント。先にこっち来ても意味なかったな。青い服の女。青い花びらが落ちている。床に血がついている。この血が誰のもので、この花びらが何のものか。皆さんはもう分かっているはずですよね。これが誰のもので何のものかっていうのは分からない方、これが初めて見るっていう方は、まあ字幕実況の方見てきてください。はい、ヤリーさんこんにちは。男の人の手に鍵が握られている。取りましょう。で、声をかけてみると何か痛がっているので、じゃあ次肩を叩いてみましょう。なんか苦しそうにしていますね。何回か肩を叩いてから行きましょうか。もういいや。ってことでじゃあ、なんかまた右下の方で赤い女が、なんか、荒ぶってますけども、無視していきましょう。さて、ここを。ほい。ほい。おいでおいで。あー、くそ。あー、2回食らったか。ハロー。あ、グッバーイ。できればここのお店で行きたかったんですけどね。はい、じゃあ、これ返して、いやー、初対面はこんな感じだったのにね。なんか最終的にはすごいなんかお互いに信頼し合った関係になりまして、吊り橋効果ってやつなんですかね、これも。ギャリーとイブが自己紹介をし合って、ヘタレなギャリーさんが仲間になりました。ヘタレでおねえやけども、いざという時はかっこいい。で、このネクタイしかつけてない紳士の個性を動かしてと。はい、じゃあ進みましょうか。なんかこのワキワキしている、嘆きの花婿か。と、嘆きの花嫁。で、なんで床に目があるのよって言われても私には分かりません。で、ここが、あ、これね、目薬ね。はいよ。な
ず目薬を取って、で、充血した目を刺し、刺して、充血した目に、目薬を刺して、どうでもいいんですけどね。私も花粉症なんでね、目薬にお世話になりますよ。だからどうしたって話なんですけどね。本当もうこの時期は目がきつくてね。よいしょ。大きな木の後ろに、大きな木の木を出すために、じゃあこれ行きましょうか。あ、セーブしとけばよかったかな。まあいいや。挟まれさえしなきゃ大丈夫だな。これでいけるかな。よし、いけたね。で、ここに通路ができるんで入りますと、ワインソファー、大きなワイン草が波にカットされて中に赤いクッションが入っている。憂鬱パズル、はい、感情、はい、では指輪を拾ったのでさっきの花嫁のところに戻りましょう。で、花嫁の左手の薬指にはめますと。で、ブーケトスをもらいの、はい、これで次に結婚できるのはイブちゃんですよ。相手はギャリーか。で、ここのお花太郎に、ブーケを渡しましょう。花は食べるものじゃないんですけどね。トリカブとか食わしたらどうなんでしょうね。で、どうしようかな。セーブは、いいや。あー、一応セーブしとこう、やっぱり。真ん中の人がね、こっちを見るんですよね。で、はい、来ました。割とここがトラウマになってるっていう人がいるんじゃないでしょうか。確か右の扉だっけな。ここが、絵の女の数を数えるというので先に数えておきましょう。1、2、3、4枚の、5枚、6枚、7枚。8枚、9枚、10枚。ああ、ここの窓に今何かコキッタンをスルーしましたよ、言った時に。11枚、12枚。13枚、14枚か。まあ理由は特にないんですけどね。よし。で、これが有力性4桁の数字。確かそれがこれだっけ。全体を見る。6を見る。逆から見るから6295か。顔を見る。6295。よし、これで両方来ましたね。はい、じゃあこっちに。ああ、無駄にやっちまった。みんながいるからっていうことで、作品にお手を触れぬようお願いいたします。万が一備品や作品に何らかの損害を与えた場合はあなたの命をもって賠償させていただきます。まあそんな感じですよね。で、なんか出てきてるよね。で、これがこうでいいんだっけ。よし。で、なんかマネキンが登場して、あ、じゃあこっちの絵も出しとくか。はい、これで絵の女が2体。こんなわけだっけ。こんなわけか。で、ここに行って、でいらっしゃい。で、
確か本編っていうか字幕実況の時に、ギャリーを止めたと思うんですけど、今回、ちょっと、うん。えい。壊してもらいましょうか。どうするの？あー、なるほどね。わー、なんかいるし。あー、そっかそっかそっか。で、よし、ちょっとおいでおいで。おいでおいで。ここに灰色の鍵があるので、これを回収して、おー、びっくりした。おー、びっくりした。そうや。あ、こっち入れないようになってんのか。そうやったな。そうやったな。あの鍵取ったら、絵の女増えるんやったな。忘れてた。めっちゃびっくりしてまいましたね。おお、こっちも増えてるし。で、これはいじらんとこ。で、このイブのパパーンとママーンを見て、で、出ようとしたら出れずに、キャーってなって、おお、そうそうそう、あ、そうそうそう、あの本棚を右に動かしてないとね、窓からも入ってくるんですよ。ああ、で、イブちゃん大人気。で、まあ、そんなこんなで、とりあえず、ここのパートが終わりと。よいしょ。ああ、これか。これは自動進行なのでどうしようもないと。何に追っかけられてるんでしょうね、イブちゃんは。で、開けた先にはウンダバだ。まあ、気分はどうと言われたので、まあ、とりあえずあんまりと答えておきましょう。で、まあ、ギャリーさんイケメンとしか言いようがないですよね。で、問題。美術館での禁止事項、大声での会話は禁止、写真撮影は禁止、飲食の持ち込みも禁止。まあ、これは普通ですよね。作品に触れることは禁止。そうですよね。万年筆の使用。まあ、美術館って基本鉛筆しか使っちゃダメですからね。ボールペンとかもダメなんですよ、あれ。で、シャーペンもなしかダメだったはず。で、ここから出ることは禁止。これはおかしいっていうツッコミどころを最後に残しつつ、と。コートを返して、喋り方だけ聞いとこっか。で、時間が時間だな。セーブして。それではここで一旦切らしてもらいます。イブ番外編。ここで終わりです。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。